まず写真を2枚用意しておきます。写真のサイズを変更したら、新規フュージョンクリップを選択で1枚目と2枚目を作っておきます。で、まあ、エフェクトライブラリのエフェクト新規コンポジション、これから、コンポジションを作ることができます。これ長さが調整できるんですね。写真の方だとこういう感じで長くできないんですよ。まあなんで、まあ、時間調整とかするときはこっちの方が便利だったりします。ということで、はい、移動するとこういう感じですね。メディアアウトしかないんで、メディアプールからフュージョンを、選択して持ってきます。はい、で1枚目と2枚目という感じです。じゃあこっちを1枚目にしたいんで、トランスフォームくっつけて、バックグラウンドとマージを持ってきて、バックグラウンドからマージ、トランスフォームからマージを選択します。でバックグラウンドのアルファを0にすると。で、カラーコントローラー持ってきて、カラーコントローラーにマージくっつけて、カラーコントローラーの色を変えておきます。で、レクタングルとマージ出して、バックグラウンドからマージ2で、カラーコントローラーからマージ2で、レクタングルからマージ2という風にやるとできます。できなかったら、まあ、コントロールと T を押せばできると思います。はい、でそしたら、レクタングルの高さを1にして、横を0にして、キーフレームを5に合わせたら、この横のところを赤くしておいて40あたりに移動します。で高さを横を1にします。でスプラインに移動して、これを曲線にしておきます。はい、これで再生するとこういう感じですね。でそしたらこの3つをコピーしておきます。でコピーして貼り付けで、マージ1からコントローラーで、マージ2の位置にはバックグラウンドからくっつけてくると。でコントローラーの色を変えておいて、マージ3出して、このマージ2とマージ2の位置をくっつけておきます。こんな感じですね。コントロール T で、どちらを上にするかっていうのを決められるんで、緑を上にしておきます。でレクタングル、ここら辺の時に、出したいんで、まずレクタングルの位置をシフトをしながらで移動しておきます。このショーオンリーセレクトツールっていうのを押して、このセレクトしてるやつだけです。今選択してるやつだけを照射して、シフトをしながら左でここら辺ですかね、移動します。で、センターを横に移動しておいて、で最後の40フレームに移動したら、ここの右側が出てるんで、ここの分を削っておきます。でそうするとこういう感じで、最後ぴったし残って、この左側が残ってるっていう感じになるんで、まあいいかなって思います。はい、でそしたら次は縦に広げていきたいんで、またこの3つをコピーします。カラーコントローラー、マージ、レクタングルでコピーして貼り付けして、マージ1からカラーコントローラーで、バックグラウンドからマージ2の11で、この2の11の色を変えておいて、
入っておいて、このマージ3があるんで、マージ作ってマージ4につなげてマージ211からくっつけます。でまたこのレクタングルを変えていきたいと思います。ここら辺23、24、23あたりから、変えていきます。アングルを90に変えて、次は高さを変えたいんで、横のサイズを0にしておきます。で高さが2、センターを 0.5 に合わせます。先にで合わせたら、こっちを操作して移動しておいて、横を0にしておきます。でキーフレーム打って、最後の40のところで全体に広がるような 0.599、 0.575 あたりでやっていきます。そうするとこういう感じですね。こういう感じに広がってくれます。でスプラインのこれを曲線にしておきます。はい。で曲線にしたんですが、ちょっとこうやとこの外側の青とはみ出ちゃってるんで、青の内側に収納したいんで、マージを持ってきてマージがここに経由させておきます。このマージは、こういう感じですね。でここにバックグラウンドをくっつけておいて、この青のところにこの外側のマージ、1個目のマージですね、マージレクタングルを、くっつけます。そうするとこういう感じで横がなくなるという感じのができます。はい。でそしたらこれをまたくっつけ直しておいて、そうするとあ、これ出てこなかったですね。こういう感じでこの横が出てこないような、はみ出ないような感じのができます。はい。で斜めからパカって出したいんで、これとまた同じのを作ります。マージレクタングルとカラーとで出して、このマージからカラーで、このマージ211に、バックグラウンドからくっつけると。はい。で次このレクタングルをマイナス45にします。で45にして、まあ、こういう感じで広げていくと。でこの Y とか足りないんで、1じゃ足りないんで 1.2 ぐらいですかね。 1.2 もうちょっとよいしょ。で高さがもともと足りなかったんで、高さはまあ適当に広げておきます。これでこういう感じに広がりました。でスプラインを使ってで、この3つ目作ったのは、2枚目の写真にしたいんで、この2個目のメディアですね。この2個目のメディアに、つなげます。こういう感じで。はい。で、メディア作って、こういう感じに載せていくと。
で、こういう感じに広がっていく。で、ちょっとこのタイミングが早いんで、スプラインから変えていきます。シフトをしながら横移動して、最後の割りが40になってるんで、55ぐらいにしておきましょう。55ぐらいの時に、この時にこの子をこっちに持ってきておいて、こういう感じで広げて、で最後の終わりはもうちょっと伸ばしたいんで、よいしょ、こういう感じですね。はい、広げていくと。タイミングはこれぐらいでいいかなって思います。で、まあ3枚目のカラーを消しておきます。で、今の状態だと、まあ先ほどと同じようにこう無視しちゃってるんですね。この緑にちょっと入っちゃってるんで、この部分をなくしたいんで、そういう場合はここの灰色、このグレーの3つ目ですかね、これ3つ目この3つ目のこのレクタングルをこっちにつなげるんで、またマージを1個作って経由させておきます。でレクタングルからこの青につなげて、でこのバックグラウンドからマージ7に、つなげます。で今の状態だと前に出ちゃうんで表示されないんで、コントロールと T を押してこういう感じで、分割します。分割順番変えます。はい、そしたらこれをマージ6につなげると、これで、こういう感じに1、2、3枚出てきて4枚目が出てくる。で4枚目は少しずつちょっと遅れて、終わりになるという感じのができました。ちょっとこのままちょっと色が強いんで、まあ、色を調整していきたいと思います。はい。1枚目のカラーをもうちょっと薄めの青にしておこうかなって思います。で、まあ、2番目の緑が結構強いんで、これも緑もちょっと薄くしておいて、緑、水色、こんな感じですかね。で3枚目の赤をじゃあ紫にしておいて、いや1を赤にした方がなんかいいですかね。赤っぽいような、ピンクっぽいような。で、2枚目を、じゃあ、青にしといて、3枚目が、ちょっと色を合わせてるような。こういう感じに色を調整したらできました。で、まあ、ちょっと境界線を作りたいんで、今回もシャドウをつけていこうかなって思います。はい、シフトとスペースを押して SHA でシャドウこう H っていうのを選んで出します。で、これをこのマージから出てきたのをつなげて、
このシャドウをマージにつなげていくと。はい、これでシャドウができます。でこのシャドウのソフトネスを変えるとこういう感じで、外枠ですね、ここが変わっていきます。でこれを他3つにもつけたいんで、右クリックコピーでペーストインスタンスっていうのを押します。でこれを、まあ、シフトを押しながら線に乗せるのか、もしくは、まあ、こういうふうに線を1回経由して、くっつけてくるかっていうのをして乗せます。そうするとこういう感じですね、こういう感じでできます。でペーストインスタンスってだからまあ共通みたいな感じなんで、1個変えると全部変わるんですよっていう効果があるんでやりやすいです。あとこうインスタンス選択して、例えばこのソフトネス右クリックの D インスタンスっていうのを押すと、このソフトネスだけは関連付けないよってことなんで、例えば色は全部変わるんだけども、このソフトネスを変えても、どこだろうかちょっと見分けがつかなかったですね。どこか変わったんでしょうか。でも 0.05 にして、こっちだと 0.025 で、こっちだと 0.05 で 0.05 という感じで、ここだけは、変わってないような状態なんですよっていうふうに、インスタンスはつけることができます。でまた D インスタンスからまた 0.05 に、これと同じようにすることができるという感じのメリットがあります。でこれで色を黒にしておいて、これで、完成です。完成ですね。はい、これで OK です。まああとはこの出てくるこの2枚目の写真の動きをつけたいんで、トランスフォームを間に挟んで、35フレームでサイズを 1.05 にします。でサイズのところを赤く光らして、30から130くらいまでフレームを移動させたかったんですが、こっちが区切っちゃったんで飛ばしておきます。で130まで移動してサイズを1に変更します。そうするとこういう感じで、まあ、徐々に少しずつ、ちっちゃくなるような感じにできました。でこういう感じですね、切り替わった後もちょっと動くようなそういう感じになりました。であとはこのマージ6を、メディアアウトにつなげれば完成です。メディアアウトを持ってきてくっつけると、で表示されたら完了です。一応エディット画面で確認しておくと、最初は真っ暗なところからこう出てきて2枚目が出てくると。で真っ暗なんだけども一応可視化されてるんで、こういう風にバックに写真とか動画入れれば、映し出されるようにできます。ということでおしまいです。